南淡路市長の森本和弘と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ふるさと応援寄付金を通じて南淡路市を応援してくださっている皆様、いつもありがとうございます。この動画では皆様方の寄付金を活用して南淡路市が進めております地方の未来を開く挑戦についてご紹介したいと思います。南淡路といえば思い描くのが淡路島玉ねぎですけれど、野菜で言えばレタス、白菜があります。また淡路ビーフ、淡路島牛乳といった酪農畜産業も盛んです。そして淡路島三年トラフグや別品ハモという海の幸にも恵まれた食材の宝庫とも言える地域でございます。なのですが、他の日本の地域と同じく高齢化、少子化に悩んでおります。特に若者の都会への流出については長年の懸案となっております。しかし今こういう状況を克服をしてさらに発展していく地域にしようということで、オール南淡路で取り組んでいます。特に産業振興や子育て環境の整備については市民の皆様、市の職員挙げて取り組んでおります。これから若者に選ばれる地域になろうということで、子育ての喜びが見える町というビジョンを掲げ、皆様方の寄付金も活用させていただきながら施策を進めております。6つにまとめてご紹介したいと思います。1つ目、学ぶ楽しさ日本一を目指した教育です。自然や歴史、文化資源を生かして探究心を刺激する、そういう教育を目指しています。2番目、子育て環境の整備です。公園の整備、放課後の居場所づくり、また働き方改革というような子育てがしやすい街づくりを進めていきます。もともと女性の就業率非常に高いですし、出生率も 1.7 兆というハイレベルですけれど、こういう長所をさらに伸ばしていきたいと思っています。3番目、生涯活躍の街づくりです。人が生涯を通じて社会と交流し貢献していける街、高齢者の皆様にもボランティアの機会、就業の機会をどんどん作っていきたいと思います。高齢者の就業率では全国平均の2倍ぐらいあります。この就業率で全国トップを目指しています。4番目、産業振興です。農畜水産業と観光業の融合ということを目指しております。自然を大事にして SDGs にも貢献する一次産業づくり、観光地づくりを進めたいと思います。5番目、人の心を打つ地域づくりです。500年の歴史を持つ淡路人形浄瑠璃の保存伝承、また戦没学徒記念和光堂の広場での平和を祈る事業、そういうものも進めております。最後6番目ですけれど、時々のニーズに応じた事業展開を進めております。最近ではウクライナ支援の募金を行わせていただきました。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。幸い現在我々のような地域には3つの追い風が吹いております。1つ目は食料自給率向上の機運です。国際情勢の不安定化や円安によって食料の安定供給を求める気持ちというのが強くなっております。食材に恵まれた南淡路市の出番だというふうに思っております。2つ目は観光産業の伸びしろです。これから日本の外貨獲得の柱としてインバウンド観光が浮上をしています。自然、歴史、文化に恵まれたこの地域、鳴門の渦潮、白砂青松の海岸、国生備前説や淡路人形浄瑠璃など、そういう観光資源を生かすチャンスが来たと思っています。3つ目は社会のデジタル化です。コロナ禍で、テレワークが普及をしまして、働く場所の自由度というのが非常に高まっています。関西圏からは車で1時間ちょっと、そして東京からでも羽田、徳島空港を利用しますと2時間ちょっとという非常に利便性の高い場所にあります。こういう利便性がもっと活用できると思っております。私たちはこの追い風を最大限に生かしまして、失敗を恐れず試行錯誤を積み重ねてまいりたいと思います。
そして世界や日本の大きな環境変化に対応できる地域となりたいと思っています。市民の福祉向上はもちろんのこと、夢を追う若者にその実現のチャンスを与える地域、そしてまた同じ悩みを持つ他の地域から指標となり目標とされる、そういうことを通じて日本社会の向上にも貢献をしていきたいと思ってます。また SDGs の追求、地域レベルでの国際交流を通じて、ささやかですけれど宇宙船地球号にも貢献できるんじゃないかというふうに思っています。そんな南あわじ市のチャレンジを今後とも応援していただければ大変嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。